はい、今日はですね、今日の要求法ですね、前回のシーケンシャルシフトに引き続きですね、ハンドブレーキの方も、用意してみました。これですね、これレバーだけです。で、こっちは昨日というか前回のですね、シーケンシャルシフトで、ハンドブレーキ、アクセルとステアリングという非常に、カオスな状態になってますが、とりあえず動作確認用ということで、はい。で、ちょっと分かりづらいんで、動いてる姿ということで、ここですね、ここにもちょっと赤っぽくなってるんですけど、これサイドブレーキのマークですね。赤くついてると、サイドブレーキのマークです。で、切れてるとこの点灯が消えます。今ちょっと停止状態なんで、自動的になんかサイドブレーキがかかるようになってるんですけれども、ちょっと今、ニュートラルにしますかね。ニュートラルにして、こういう状態ですね。で、走り出すと、ちょっと今走り出してみますね。シフトアップして、ちょっと動いてみると、今消えたと思うんですね。で、止まると赤くつくんですけれども、これを今サイドブレーキやってみます。ここですね、ここ。ここになります。走り出すと、サイドブレーキが解除されて、白くなります。今、サイドブレーキフリーの状態なんで、これこっちが、マックスですね。で、アナログなんで、50% とか 25% とかサイドです。デジタルじゃなくてアナログのハンドブレーキにしてますので、ちょっと効かせるとかっていうのが一応できると思います。まあ分かりやすいように今回は全開で変わっていきますけれども、現状は止まってる状態。走り出すと、何回も言いますけれども、ここが、一回解除されますので、赤ランプが消えます。で、サイドブレーキを上に引いた状態、まあ上に引いたっていうのも変ですけれども、上にした状態が、サイドブレーキが効いてる状態になったら、ここがまた再びつきます。でやってみます。ちょっと、わかりやすいように、ちょっと変な持ち方に行きます。はい、まず走り出して消えます。消えて、引くとついて、ですね。で、これで、こういう状態ですね。こういう状態です。こういう状態です。で、停止すると効くんで、走り出して、効いて、解除。効いて、解除ですね。ちょっとこの状態で、サイドターンやってます。非常に難しいんですけども、サイドターンやってみます。できるかな。とりあえず、まず今解除されている状態なんで、これでハンドルを切ってサイドを効かせると、ドーナツになって、戻してみたいな、サイド戻してみたいな、こんな感じですね。非常に、実際こんなんでラリーはできないですけども、一応あくまでも動作確認ということでですね、これをこうやると、こう、で、停止になると自動的に効いちゃうんで、走り出して、こう、効いてる状態、もう解除、効いてる解除、ということになります。以上、アナログのハンドブレーキの、試作品ということでした。それでは。